背脂ね。どうでしょうね。もうここはどこにも負けねっていう感じでやってますね。じゃあ相当背脂使いますね。使いますね。1日にだから。ウーバーで最、はい、過去最高売り上げ、はい、1店舗で大体どれくらいですか？言える範囲です。言える範囲で、ね、コンサート1ヶ月ウーバーです。それ店舗売りとか変わんないですよね。ありがとうございました。どうぞ。こんばんわんこそば。こんばんわんたんめ。いいねいいねそうだ、はい、いいね。ということで皆さん、本日はここどこだ、亀戸、亀です。亀戸にやってまいりました。亀戸といえば超ごっつり麺ごっつさんということで、本日はこちらのごっつさん、はい、社長のインタビュー、はい、そして食レポ、はい、やっていきたいと思いますんで、ぜひこれね、ここの社長めちゃめちゃキャラが立ってますね。キャラ立ち半端じゃない方なんで、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、我々はチャンネル登録者10万人これ本気で目指してますんで、ぜひですね、チャンネル登録ですが、高評価をして応援していただければと思います。それでは行こう。はい、はい、行ってきます。じゃあということで早速超ごってり麺ごっつの加藤社長に、はい、今日はお話をいろいろ伺っていこうと思います。加藤社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。食えばわかるさ、よろしくお願いします。ここは全部カットさせていただきます。いや、それまずいね、お願いします。そこだけで命かけていただきます。それちょっと使っていただきます。あ、わかりました。社長、おいくつなんですか今？僕今46になりました。あ、じゃあ先輩だ。はい、先生。51年。51年ですね。じゃあ僕53年で、54年なんで、じゃあ一生後輩っていうことで、よろしくお願いします。あれはもう、ラーメン界では全然先輩ですけど。いや、とんでもないです、とんでもないです。素晴らしい。じゃあちょっといろいろお話伺っていきたいんですけど、あの、まず、はい、そもそも社長の生い立ちっていうのはどんな感じで、自分が悪いのばっかりしましたね。これはどのあたりですか、エリア的には。エリア的には横浜、もう湘南エリアですね。怖いよ、カズ。今は蚊の一匹も殺せないんで。こういうこと言う方はまた危ない。危ないよ。ちょっとまあ、4年期はそうですね。あ、そうですか。それでじゃあ、学生時代は横浜湘南あたりで育った。そうですね。その後はどういうあれだったの？その後はですね、まあ、不動産屋やったりとか、まあ、いろいろしたんですけど、やっぱり、まあ、自分でお店を持ちたいっていうので、はいはいはい、それでラーメン業界に入ったんですけど、あのなるほど、自分の城を築いた方が、まあ、ちゃんとした、ね、はい、理論も通るし、はいはい、友人もないなく、はい、生活ができるんじゃないかっていう、まあ、考えですね。なるほど、はい、ちなみになんかどっか修行とかってなりたけなんですね。あ、成田家さんなんすか、はい、この前千葉の成田家さん行かせていただいたよね、はい、そうですね、行ってらっしゃいましたね。あ、竹新田で、はい、じゃあ成田家さんってことは、成田家さんってどこから出るんですか？弁慶さん。弁慶さんですね。あ、じゃあ元は弁慶さんはホープ県か。そう、ホープ県。じゃあホープ県さんからの弁慶さんからの成田家さんからのごっつさん。はい、そういう感じですね。へぇー、すげー、家系図。成田家さんではどれくらいやられてた？6年、7年近くやってましたね。じゃあもう結構ガチでガッツガッツリやってましたね。やられてたんですね、はい、だってその時はあれなんです、またストーリーでちょっと面白いのが、はい、まあ、僕シングルファザーでやってたんですよね。あ、ずっとシングルファザーでやりながら、まあ、独立もシングルファザーで。でさっきちょろっとお伺いしたらお嬢さんが、そうなんです、だからそれで辻田さんがエロサンデルスで大フィーバーしてるのを生で見てこう聞かされて、で小さい気もちょっと帰ってきてたんで。あ、そうですか。いやいや、そんなね、ね、大フィーバーなんてもんじゃないですよ。いや、大フィーバー、もう、もうそれ以上ですから。あ、そうですね、超大フィーバーですね。そうそう、冗談です。じゃあそれで成田家さんで、はい、まあ、6年、7年ぐらい修行されて、はい、でそれでもう独立っていう形です。そうですね、すぐですね。じゃあ修行はもう1店舗なんですね。そうですね、1店舗ですね。このお店の一番特徴的なところって、はい、僕的にはですよ、はい、まず店名なんですよ、ごっつっていう、はいはい、この店名ってどっから来たんだろうっていうのが、これはですね、はい、風水学者に聞きまして、ほう、六大吉数っていって画数で、画数、はい、ごっつって6なんですよ。それをあの副代表の池田が考え出してくれて、はい、それが六大吉数でいいだろうっていうことで、それでまあ決まったんですよね。そうなんで、その超ごってりっていうのは、その、はい、ごってりの上を行くっていう意味の、ちょっともうちょっと濁らした方が、なるほど、確かにこってりの上な感じしますもんね。こってりの上な、そうですね、あの、なんか今イメージ的なもんですけど、そういう感じで作らせて。ほう、なるほど。1店舗目がここが本店で、いや、そっち側だったんですよね。あ、
そっち側のみずほさんの横のビル建っちゃってるんですけど、そこが1階だけだったんですけど、なるほど、それが移転になりまして、はい、こっちに本店こっち移させてもらって、あ、そうですか。で2店舗目が秋葉原で、はい、で今そこの新小岩と、はい、で3軒で、うん、味作りの面とかっていうのは何かご苦労とかっていうのはなかったんですか？やっぱりその成竹さんで自分たちがもうちょっと改善点があるんじゃないかなっていうことで、まあ後ろスープを温めたりとか、はい、ぬるいとかいう問題もあったんで、直接叩くっていうのはまあ迫力はあるんですけど、まあ、丼が汚かったりとか、 あれはあれでね、スタイルとしては別に僕はいいと思うんですけど、否定はしないんですけども、あのやっぱりもうちょっと綺麗で、なるほど、まあ、熱い方がやっぱチャーシュー麺とかにしちゃうとぬるくなっちゃうんで、うん、はい、そこを改善するために一回こう自分たちで叩くところは残しながら、なるほど、沸かすということで、なるほど、社長はこの今のスタイルにしたかったっていう思いがあって、そうですね、まあ、どれがいい悪いはね、もうスタイルの問題ですからね。そうですね。で、ちなみにゴッツさんの味のここがこだわりだっていう部分ってどっか教えていただければなと思うんですけど、やっぱ背脂の量でしょうね。もうここはどこにも負けないっていう感じでやってますね。じゃあ相当背脂使いますね。使いますね。1日にだから400、500、えっ1日ですか？はい、3店舗で、3店舗この厨房ですごくない？でそれを今確保しておくのも大変だよね。本当に半端じゃないです、半端じゃないです。じゃあもう業者さんともそういうもう長いお付き合いとか信頼関係がもうできてなかったらやっぱりそれだけできないですよね。安定して出していくっていうのは、それはやっぱ社長のお人柄がきっとね。いやいや、そんなことないですけど、もうね、いいからお願いするしかないんでね、もう最後お願いですよね、もうね。でもいくらお願いしてもやっぱり普段からのお付き合いがちゃんとしてなかったら、まあそれはそうですね、業者さんももうちょっとごめんなさいってなると思うんですよね。もちろんそういうだって一回離れて話されてる業者さんもいましたし、まあ、あのそれでもね、毎日400キロ、500キロ、この時期に入るっていうのは、並大抵じゃないもんね。丸山清明さんの、丸山清明さん。はい、そうですね。もう、あの、ヌードルツアーズさんにも入ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、きっと、うん、まあ、行動力半端ないです。決断力と行動力と勢いが半端ないですって。あ、そう。そう、いや、俺も今日ね、はい、来てね、はい、ビンビン感してるよ。そうですね。ビンビン感してるよ、お前。黄色が一緒です。え、黄色が俺と、はい、バカ言うんじゃないわ。いや俺はどっちか、いや、俺はね、はい、石橋叩かねえな、うん、叩いてるようで叩いてないか、すぐでしょ。確かにな、すぐまだって言っちゃうもんな、んでやってないの、いつなの、どこなの、誰なのお前ね、イメージ悪くなるからやめろ、お前全部嘘です。いやでも社長、それで今もう3店舗やられて、はい、どのお店も繁盛されててっていう今ゴッツさんだと思うんですけど、はい、今後の展開っていうのはちょっとこうどう考えられてるんですか？今もあれですよね、はい、店舗も大事なんですけど、うん、やっぱりあれですよね、自分たちで作って出していくっていうのをメインっていうか、結構、まあ、メインはもちろんお店ですけど、はい、そういうの方がまあ効率もいいし、はい、そういう需要も増えてきたのかなとか、はい、コロナ禍で、はい、まあ、そういうのに今は専念しているっていうところもありますね。多分今あのヌードルツアーさんのとあと別のところに、はい、収めてるので多分月行っていいのかな、月で、まあ、全然言ってないでしょ、毎週2万円、そうやばいっすよ。言っても大丈夫なことだったら、はい、これラーメン屋さんね、例えば今1軒でやってて、うん、2店舗目出そうとか3店舗目出そうとかって思ってるラーメン屋さんもいっぱいいらっしゃると思う、はい、でそういう方にとってわざわざリスクを負って2店舗3店舗って借金を負ってやるよりも、まずは逆にそうやって借金を負わないで今のスペックで、うん、厨房スペックとかでできる、そういう逆に販売をしてそれでお金貯めて2軒目3軒目無借金でやるっていうのは、これ一つ考え方としてはいい、ね、そうですね、これからの時代はそうですね、まあ、それはすごいですよ、あのね、切っぱなし、ないっぱなし、ウーバーすごいっすよ、まあ、ウーバーとかそういうね、新しい業態にやっぱ目見てた方が、ちなみに、はい、ちなみにウーバーで、はい、言える範囲で、はい、でも、はい、見てる方も嫌いじゃないと思ってこっちなんちなみに言える範囲でウーバーで、はい、過去最高売り上げ、はい、1店舗で大体どれくらいですか、言える範囲でいいです、言える範囲で、年末だったら25とか30ぐらい、1日ですか、1日でってことは1ヶ月どれくらいなんですか、フェイスはやっぱりコンスタントで300、400、1ヶ月ウーバーで300、400ウーバーだけで、それ店舗売りとか変わんないですよね、まあそうですね、まあまあ軽く店舗持ってるみたいな、まあ、あと全部やってますんでね、あの出前館さんとかメニューさんとか、はい、あとウォルトさんも、すごいね、そういう業態を使っていかないと今勝てないかもしれないですよね。
水田さんって毎日予定がね、確実に約束されるお店があったんですけど、そんな店ばっかりじゃない。いやいや、そんなことないです。すごいっすね、本当に。本当出てこないですよ。いやー。しかも、あれですよ、Uber Eats厳選もこの前取られたんですよね。はい。Uber Eats厳選って 4.7 以上と、あと4項目ぐらいの、なんか結構厳しい項目をクリアしたら、なんかイーツ厳選っていうバッジが貼られて、あ、上位表示なんですね。それでも普通はなんかオーダーが1日に10件とか15件ぐらいのところだとそのレビューも荒れないじゃないですか、はいはい、でもこれだけ出ててちょっとでも3とか2とかがついたらもう取れないですよ、うん、そんなすごいんですか僕。すごいっす、すごいっす、すごいっす、すごいっすよね。すごいっすね。4.7すごいっすよね。すごいっすか。これはすごいね。いやでも本当に社長のいいお話いろいろ伺えてありがとうございます。この後ですね、はい、できれば、はい、せっかく来たんで、はい、ラーメンをちょっと食べて帰りたいなと思ってるんですけども、1杯、はい、2杯いただいてもよろしいですか、はいはい、何でラーメンにしましょうか。普通が僕は一番いつもいいかなとは思ってるんですけども、普通で行きますか、はいはい、やっぱりそれが一番の売りですもんね。普通のでよろしいですか。普通の普通で、はい、じゃあぜひ、普通、はい、すいません、よろしくお願いします、はい。ちょっとエッジの効いた塩加減癖になるね。うん、うまい。うまいっすよ、ね、うまい。なんか戻ってきたぞって感じしますよね。これはね、美味しいっていう感じじゃなくてうまいって感じだね、うん、はい、うまいね。こうさ、もやしと、かずこのもやしとメンマ、これがいいんだよ。うん、うん、あ、メンマもいいっすか。甘い味付けでいいね。塩気がちょっと強いところに途中でこうちょっと味の全く違うものが入ってくるから、こう食い飽きずに箸休め代わりにちょうどいいですね。そしてこのチャーシュー見る、この大判に最適なこの厚さたまんないね。これカズどうなのこれ、はい、この食い方最高です。てめえ、てめえ、はい、俺の話を適当に流すんじゃねえ。いくぞ、はい、うん、うん、うん、素晴らしい、うん、これはうまい。チャーシューが熱ければいいってもんじゃないですよね。塩梅がちょうどいい、はい、本当にこれやっぱセフラがね、いいね、たまらないです。ちゃんと柔らかくしてるって素晴らしいですよね。素晴らしい。このちょっとでも下に残るとなんか甘みがないんですよね、うん、はい、そうですね。ちゃんと甘いもんな。ネギの盛り方もケチじゃないもん。うん、だけどこれ今おいくらで。今800円で大盛りも中盛りも半ライスもつけられるんで、で850円です、はい、安いよこれ。そうですね、大盛りだったら安いと。これ麺は何グラムですか。麺は170なんで、わ、大盛りだと。じゃあ結構入ってますね。そうですね、もうそれで半ライスもつけられるんで、それで850円大満足だね。はい、もう大満足しか言ってない。なんかこの背徳感、うん、なんかダメだと思ってたのに食っちゃうみたいな。後から来るんですよね、しかもね、後から来る。じゃあ俺ね、だけど正直言うよ、背脂ラーメンって若い頃は良かったよ、はい、俺ら中学生高校生の時しょっちゅう自分たち弁慶さんまで原付とかチャリンコよく行ってたよね、はい、行ってたんですけど、もう40も超えてくると、はい、ちょっと罪悪感も出てくるじゃん、はい、だけどでも俺これ食べて太るんだったら別にいいなと思っちゃう。ちょっと分かんない、うん、納得の上太る、納得の上。それだったら普段ちょっとカロリーを、はい、
抑えたものを食べて、でこれを食べたいなっていう、そういう感じ、はい、俺は、うん、でそこでもう罪悪感なんか気にしないでこれを食べたいっていうね、そういう感じです。はい、はい、めちゃうまかったね。ありがとうございました。なんか美味しいっていう感じじゃないの、うまいっていう感じだよね。そうですね。でこのちょっとエッジの効いた塩分濃度とそれに合わせたメンマ、俺この組み合わせね、はい、最強だと思ったわ、はい、これね、このエッジの効いた塩のあのこの感じと醤油っていうか塩系が強いですね。塩強いですね。塩強いですね。マックスのような感じですね。ね、はい、それとあのちょっと甘めのメンマのコラボレーションをぜひね皆さんにもこれ食べに来ていただきたいと思うけど、はい、またそれに合わせたこの、あの丸山製麺さんのこの麺も中太の縮れのちょっと太いぐらいの感じですね、はい、このね歯ごたえのあるツルツルこの喉越し、はい、これもねぜひ皆さんに感じながらちょっと食べに来ていただきたいなと、はい、これ本店が今、亀戸ですね、はい、でこれが、あと支店で新小岩店と秋葉原店、はい、これ営業時間っていうのは全部一緒で、ここだけ10時からやってまして、あとは11時から4時までです、はい、11時から4時、はい、朝の4時までということで、我々はですね、こうチャンネル登録者10万人これ本気で目指してますので、社長もしていただいてはい、もちろん、ありがとうございます、ありがとうございます、もちろんでございますということなんで、皆さんもしてくださいぜひぜひチャンネル登録ですが高評価をして応援していただければと思いますということで、本日は、超ごってり麺ゴッツさんでした。どうもありがとうございました。食えば分かれた。